や、あのね、やっぱね、攻略が下手。攻略が下手なんだ、これ。何回言う何回言う。もうね。でもね、俺、豪気ってキャラはやっぱ難しいと思うよ、そこに関しては。まあね。うん、難しいのは間違いないんですよ。これもう30試合ぐらい昨日やったわ、この組み合わせ。プリティさんと交えて3人でプリティさんね結構勝つんですよ。いやしかもねプリティさんとプーンコよく一緒の部屋でやってるから。あ、そうなんだ。おい、あーもう、うん、プーンコはねフェイロに対してなんかエレナを使うとかいう。ああ年前にエレナ練習してるとは言ったの、うん、そうまだ見たことないの。いや全然かぶせてきましたよ、大会では見たことない。で、プンコと数十戦ぐらいやってそろそろいいかなっつって俺が一回抜けたんだ。そしたらお願い早く来てとか言ってメッセージ送られてきて仕方ねもうちょいやるかっつってエレナ選び始めて何やこいつってさすがに 1,2 試合であの出てる。すごいですよメッセージ。いやでも今回カプコンカップセス多いからね。多いね。ちょっとダッシュをプーンコ。あでも多いっすよこの2人。プロブルメックスもう確定なの。プロブルメックスってポイントいくつなの。100後半とか。まあそのうちで出ますから。100後半で出れるのかな。うん、出れそうだよね今の感じだと、うん、なるほど。プロブルメックス、お、見た178。ああ怪しそうだな。ギリギリだね。うん、あとポイント大会は体、まあ、カナダカップ次第か。もう来るのかな。来るんかな、カナダカップには。一応最後のポイント大会だからね。 MOV とか行くっていう話だけどね。